らりんごでーす。今日の動画はじゃん、こちらモアの5月号を買ってきました。お値段が780円で、発売日が毎月28日になります。今回のね、モアの付録見て、色がもう可愛い。フルラのマルチジュエリーポーチが付いていたので買ってきました。なんかね、色がすごく可愛くて女の子っぽいなと思いました。でもね、現物を見たかったので買ってきちゃいました。早速開けていきたいと思います。しばらく雑誌の付録続くかもしれない、いい付録がたくさん出てました。ということで開けたいと思います。3、2、1、じゃーん。お、あ、意外と大きいかもしれない。こんな感じです。見て見て、持ち手がチェリーになってる。リンゴかと思ったらチェリーだったかわいい。開けます。あ、ちゃんとですね、このようになってます。ここ指輪だね。指輪入れたりピアス、ネックレスがかかるようになってる。ちょっとやってみるね。すごい前に確かスイートだと思うんですけど、このジュエリーポーチがついてたんですよ。それと比べるとちょっと大きいんですよね。こんな感じになります。早速ね、指輪とピアスをつけてみますね。私ね、ネックレスね、ちょっと首が苦しく感じてしまっていつもしないんですよ。なんで持ってないんです。だから指輪とね、今ピアスだけつけてみた。こういう風につけていきます。で、ここにね、ネックレスはつけるのだと思いますこっちにはリップ系を入れたいと思います。お、かわいい。ちょっとお直しグッズみたいな感じで持ち歩いてもいいかも。チークとかも入るので、こんな感じで持ち歩いても可愛いかもしれない。なんかあの、仕事先でアクセサリーができない人とか、こういうのいいかもしれないです。行くまでにつけてとか、あと終わった後につけたいけど仕事中はつけられないっていう方は、なくさないしね、便利なんじゃないかなと思います。一つ持っててもね、いいなと思いました。はい、ということで、一応飲みかけのペットボトルで大きさ検証していきたいと思います。はい、出ました、ちょい残し水でございます。最近ね、すごい水を飲んでいて、あの、熱中症が怖いんですよ。もう暑いじゃないですか。なので飲んでますということで、いきますよ。はい、こんな感じです。意外に大きいと思うんだよね。私すごくちっちゃい想像してたんですよ。それに比べたらね、そんなにちっちゃくないんだよ。いいサイズでございました。うん。で、どっちからも開けられるように2つついてるんだよね、チャックが。それも便利、可愛いなと思いました。こんな感じです。ショッキングピンクがまたいいね。そんなに子供っぽくない、大人っぽいショッキングピンクです。はい、ということで、次回号の付録紹介をしたいと思います。次回号がね、結構テンション上がる感じでした。いきますよ。じゃん、こちらマーキュリーデュオのトートバッグがついてました。フラワープリントビッグトートということで、すごいね、春っぽいの。しかもマーキュリーデュオ私大好きなんですよ。なんでちょっとチェックしたいなと思います。可愛くない？これ可愛い。欲しいので買いたいなと思います。その際は動画にしますので、そちらもご視聴よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。なんかね、太ももの裏がずっと痒くて、なんかアレルギーですか？痒い。